よし、やったね。どこに行くの？ライザか。あれ、こんにちは。二人とも島に来てたんだ。ああ、島にもクリント王国の遺跡は多いからな。というか、この島は遺跡の塊みたいなもんだからな。調べることはいくらでもある。普通に暮らしてるとそのあたりピンとこないけど。特に東の高台からこのボーデン地区まではほとんど遺跡の上に立っているようなものだな。それってやっぱり珍しいことなんだ。ああ、大都会でもない一地域にこれほど遺跡が密集しているのはかなりな。すごい国だったんだね、クリント王国って。本当にこれほどの遺跡を抱えながら何も伝わっていないんだな。うん、知ってるのは昔あった大きな国ってことだけ。中にはタオンチみたく本が残ってるところもあるけど。そうか、ますますわからんな。何が？普通ならこれほどの遺跡がある場所には伝承も広く多く残っているはずなんだ。どこから来た、何があった、今までどうしてた、そういう自分たちに関する伝承がな。その一方でなぜかこの村は禁忌ばかり多い。あれをするな、ここに行くなという決まり事がな。そうそう、息苦しいったらないよね。私たちを襲った竜も村じゃ定番の脅し文句でさ。ああいうのに出くわすと渇きの悪魔も本当にいるんじゃないかって思っちゃうよ。渇きの悪魔？歓喜を呼ぶっていう私たち農家の天敵だよ。湖を渡って来られないから島にいれば安全ってお話。島から出ていく気持ちを抑え込むための脅しだって私は分析してるけどね。どうしたの、二人とも、いきなり黙りこくって。もうすぐ寒気が来るんだったな。うん、カラッカラな日がずっと続いて水を持ってるブルネン家が威張る嫌な季節だよ。そうか、やはり調査を急ぐ必要があるかもしれんな。ん？
したら今度は私が水たまりに突っ込んでみんなずぶ濡れになっちゃってさ。へえ、風邪とかひかなかったの？いや、ライザリン・シュタウト君、来ていたのかね。お邪魔してます。あ、はい。いや、なんでもない。娘のことよろしく頼むよ。はい。なんだか歯切れが悪かったよね。それが私のこと一度はライザに頼むって言ったくせにまだ不安がってて。はぁ、これは怪我とか絶対にさせられないな。って、あれ？なるほど。やはり他の旅商人の間でも竜のことが噂になっているのですね。竜？うん、まだそこまで大きな騒ぎにはなっていないが、街道の先の宿場町に噂が伝わるのも時間の問題だろう。まずいな。旅商人の足が遠のけば村の生活にも悪影響が出かねません。やはり往来する者すべてを護衛するしかないのでは。難しいでしょう。守り手の数が少なすぎます。となるとモリッツさんと改めて協議する必要がありそうですが。今はあの人を刺激したくないのですが。状況が状況です。やむを得ないでしょう。クラウ、私は少しモリッツさんと話をしてくる。はい、行ってらっしゃい。竜の話か。こっそり様子を見に行ってみようかな。街道の、いや、村の危機ですぞ。やはり強硬策こそ用いるべきでしょう。ひゃー、やり合ってるやり合ってる。そうは言いますが、相手が竜となれば軽々しくは動けません。ご子息が怪我を負わされた悔しさはお察しするが、少し冷静になられては。あの程度の怪我、息子はもう大丈夫だと言っております。何クラウディア、今ホッとしてたかなって。誰が？それどころか、勇敢なるブルネン家の男として竜退治に行くと息巻いておりますぞ。バカな、古城の竜は敬うべき島の守護獣、退治などもってのほかじゃ。しかし奴が街道にまで出没するようになったことで島の生活に悪影響が出るかもしれないのですぞ。島にこもって息を潜めておればよい。そもそも外とのつながりがなければこんな災いは起きとらん。あまり現実的な話とは言えませんな。私としては島民の生活を守るためなら
たとえ竜でも。ウルネン家の男が勇敢と無謀を履き違えるのは昔から変わらん。数代前のバルバトスも。この私の要望ですぞ。害があるなら守護獣だろうと悪魔だろうと退治するのみ。モリッツさん、それは今勢いで決めることではないでしょう。くどい。このモリッツ・ブルネンが決めたのだ。守り手で竜の討伐隊を結成する。ですから皆さん少し落ち着いてください。お主のような旅商人だの、怪しげな錬金術師だの、よそ者がうろつくせいで村は災い続きなのじゃ。ちょっと、さすがに言いがかりが過ぎるんじゃない。そうやって閉じこもってるから、いつまで経っても。ライザ。下打の悪同盟、また勝手に我が家の周りをうろついてるのか。おい。違うよ。
よし。よし。よし。また来ます。しいかも。やっちゃおうか。よーいしょ。よっしゃ、やるぜ。竜の討伐隊だなんて、いつの間にそんな物騒な話が持ち上がってたのさ。モリッツさんがその場の勢いみたいな感じで。でも結局ルベルトさんも同意したんだよね。うん、守り手の人たちを大勢出すって言ってたよ。行き先はわらべ歌のお城だっけ。竜星の古城ね。竜はそこにいるって歌われてるし、レントも実際にその目で確かめてるんだよね。ああ、確かに城に降りていった。竜星の古城、俺たちも冒険者の端くれとして行ってみたくはあるな。その討伐隊っていつ出発するの？さあ、そこまでは聞いてないけど、森に入ってこられたらちょっとまずいな。万が一このアトリエが見つかったら。そうだな、いっそ先手を打って船着き場まで様子を見に行ってみるか。よし。